秋から味噌汁こっちは豚汁どうもはじまですこれ何だと思いますかあなたの心にジョインどうもはじまですいやねあいさの種類を2回するというはいドスノートっていうのを作りましたああ,あーやっちゃったらああれあれうっさぴょーんちょっとねもう開始2秒で激しいまあドスノートって何や、ね、それっていうのになってくるよねねみんなデスノートのパクリやろ そり当たり前やことで、まあ、ドスノードって何かっていうとここに書いたらその人がの語尾にがドスになっちゃう。でよくあるじゃん2回目以降書いたら解除されるとかじゃなくて2回目もし俺がヒカキンって書くじゃん。でなんかいっぱい3ページくらいやって俺がなんか軽度の認知症みたいになってあヒカキン書くの忘れてたって言ってヒカキンさんを書くとどうなるかって言うとドスドスっていうねドス何何ドスかみたいな感じになっちゃうっていう。 関わりのあるものにドスが増えていくで3回目以降は身の回りのものがド、ね、スっていうなんか無償にドスの入れ墨入れたいとかドスの高いとかねドスに集まるものが身の回りに増えていって友好関係がなくなるっていう最強のノート、ね、それでみんながうわ何をの人をってなってあの破滅の人生を迎えるっていうね恐ろしいやつです、まあ1人目 ね、ヒカキンですよ。じゃあ俺はもう、ローマ字嫌いだからな、これ。なぜか俺はローマ字のノートでやっちゃった。ヒカキンね。で、2番目、はじめ社長。まあね、めんどくさいんで、はじバジメンもういいよ、バジメンで。で、バジメンってやつもね、先手とか、多分絶対バジメンってやつが人気になるから。で、はじめんね。はじめんで、えー、4番目がヒカルですね。 で、えー、またの名を、えー、AKA 前田啓太ねああ前田啓太ってどうやってくかなあっ間違えた前田啓太前田シュタになったよなんだそれアインシュタイン5番目誰にしよっかないやマスオでマスオ AKA マスオ最近 AKA にハマってるんですよね またの名をっていうねマスズニーマスズニーまあねマスオとあとセあ忘れてたセイキン、まあ、セイキンですねで、まあ、ついでにアナキンもねアナキンスカイウォーカーも書いておいて、まあ、8番、まあ、東海オンエアですねのう哲也 えっと、まあ、9、え、しば、たしばたなんで、あの、多分あの、奥さんのね、あやなさんも子供もドスってやるのがつく。全国のしばたは、アンタッチブルしばたとかもね、あの、全員ドスっていう、あ、あのー、語尾になっちゃうよって恐ろしい。ね、まぁ、あ、一応今日で10ページ書きました。うん、まぁ、あ、しばたっていうのと、まぁ、あ、ね、おやいず。 おやいずね、て也さんの本名。おやいずっていう名字1000人くらいいるんだよね。その人も全員ドスになっちゃうよって悲しい、うん。うーん。で、まあ、次に寮っていうね。東海オンエア寮って書いてないから、か全国の寮っていう名前のついた日がなるもう東海オンエアいいや、もう。あのー、黒霧島。最近入ってね。島。えー、ザバ、うわなんか、なんもないや。 薬中やってる人みたいになっちゃうじゃん。ちょっともう、都会にはもう、その他、もうその他、その他っていうね、人も入っちゃうから。怖いねー。あと、有名 YouTuber だよまあ、もう、ピューディーパイもいいや。あと、多分、スペル間違ってるし。ああ、もう、スペルわかんねえもっと、ピューディーパイとか,なんかも、もっと簡単な名前にしろよ。まあ、ステラおばさんもね。 でも、春菜さんはダスに出すにはならない。ステラおばさんもついでにね。まあ、ついでのついでと言っちゃう。まあ、最後15人目。うん。最後、なんか安倍さん、安倍首相。安倍晋三ね。うん。もうあの人もドスになったら多分ね、民進党が勝つから。ね、この世の終わりが来る。民進党が勝ったら。で、こんな感じです。はい。ででん、ん。あ、全然ダメだ。

お前らを殴るうんうんうんまぁ、あ、こんな死んじゃない。まぁ、あ、いいや俺。俺がね、ちゃんと書いてる、ドスノーに書いてあるからな。震えて眠れよ、明日くらい。で、この効力はね、まぁ、あ、3日から3週間の間を空けて、ヒカキンはじめ、あ、バジメンはじめ、まあ。これ、ま,あ、まあみんなドスになってる。今頃、ヒカルもね、謹慎中でね。その、 安いキャバクラ行ってるときにねあー何あれ,あれ心,の声心の声光の心の声あれ無性にドスがいたいあーよまあなお前じゃあその,そのフランクミューラー買ったろうかドス似合わねえということでえドスドスのみじゃなくてえドスノートを作ってみたでしたえー次回のえー高評価ボタンを押してくださいまあ高評価ボタンチャンネル登録おっびっくりしたタイマーだ なんか俺が動画時間を6分何十秒何がしとかで終わるように設定したみたいになってるけどこれはナメコです最近ナメコハマってねまあということでね高評価ボタンチャンネル登録とかするよりもなんかねなんかあの1万円ください強制じゃないですっていうのが強制っていうね悲しい世界やね東の空が